今回は一般の人たちにいろんなアンケートをする2200年調査隊。どうせ映りたがりなミーハーなやつとかちょっと顔に自信が。今回のテーマはこれだ。さらにインタビューで聞き出した痴漢の対処法も紹介するぞ。これは痴漢も手を出しにくくなるんじゃないの。可愛いあの子の純潔も守られるってわ。そうだけどあんま危ない発言するんじゃないぞ。それじゃあ VTR スタート。そう、渋谷行ったらなんか前からおじさんが歩いてきて胸触れてちょっと忘れ違いました。急に超うまいなと思ってそのまま、うーんみたいな。なんか普通に歩道歩いてたんですよ。なんか旋回旋回なんかしてる自転車がいて、歩道に乗り上げてきてで、なんか避けるじゃないですか。避けたら手出されて胸触られて今まで痴漢ってされたことあるんですか。あ、でも電車内だったら、田園都市線。田園都市線一番出るらしいですよ。牛牛ですね。どうすんの。もうそのままずっと出るまで触られっぱなしで行きました。満員電車。満員電車で体を触る。帰りの電車で座ってて、はい、寝ちゃってて、はい、で気づいたらなんかちょっと太ももがくすぐったいなと思ってみたら、はい、隣のおじさんが太ももを触ってたとか。それどうやって対処したんですか。で、なんか私が気づいて起きておじさんの顔を見たら、おじさんが次の駅で降りてったんで何もいなかったんですけど、まあ、でも睨みつけましたなるほど。ちなみにそれ以外にも電車以外とかもあったりします。電車以外だったらあんまないんですけど、やっぱり電車が多い。家までの帰り道に歩いてて、普通に夜後ろからこうなんか抱き抜かれたみたいな。それどうしたんですか。もう超叫んで終わりました。向こうも逃げてくる。向こうも逃げましたね。もうすぐもう叫んだ瞬間に逃げてきました。高校生の時からやっぱりね、制服着てるとさ。スポーツ観戦してた帰りの人混みの中で、ずっと街中で、街中でこういっぱいみんなが歩いてる中でずっと後ろで触られたんです。はい、それはなんかどこか触られたんですか。どこ。お尻だけです。どうしたの。ずっと逃げて、あの父と弟がいたんでその2人の前に行って。ここからは驚きの痴漢対処法ベスト3を紹介するぞ。どうぞ。なんか自転車乗ってたら前の男の人がずっとカメラを連写してて、で何してるんですかって言ったら、いや何でもないですって言ったんですけど、それぐらいですね。わお。カメラうるさいんですけどどうしたんですかって言って逃げてたからね。そういうことかな。ずっと向かいから強いなと思って走っていうのありました。埼京線でありました。なんか車両の端っことかで普通になんか感じるなと思ったら行ってみたいなのはあります。触られたの。ああ、ありますね。時はかかと踏んでで踏んで対処みたいな。もうずっと下見てる感じで次で降りちゃった感じでした。おじさん。満員電車で。電車のな、やっぱ電車の中でお尻を。でなんか踏みつけたりとか声出したりしました。あ、もう捕まえました。捕まえた。捕まえました。すごい。わお。あの駅員さんの男に。マジです。すごい。勇気ありますね。今回の動画はどうだったかな。他にもおすすめ動画があるからチャンネル登録して見てくれよな。 Twitter、Facebook では最新情報も配信してるから見逃すなよ。